乙女座は王道十二星座の一つ、トレビリの四十八星座の一つでもある。前天で海蛇座に次いで二番目に広い星座である。現在周分点がある。アルファー星は前二十一の一等星の一つであり、スピカと呼ばれる。スピカと牛替座のアルファー星、アークトゥルス、シシ座のベータ星でネボラで春の大三角を形成する。春の大三角を描いた。 天体図乙女座を撮影した天体写真以下の構成には国際天文学連合によって正式な固有名が定められている。その他以下の構成が知られている。カラス座から乙女座の範囲内にある星団、星雲、銀河の天体写真図乙女座付近には乙女座銀河団と呼ばれる銀河団が存在するため銀河が多く見られる。 この銀河団はイプシロン製の西5度から10度の方向にある。乙女座銀河団にはが含まれる。1824年に出版された星座のカード集、ウラニアの鏡に描かれた乙女座古代メソポタミアに由来する。そこではファートフランドの2つの星座があり、2人の女性が描かれていた。ウネは隣のシシザの音ムチ、または麦ボを持ち、歯は エルアノハと呼ばれるナツメヤシの葉を持っていた。後のヨーロッパではこれらが統合され一人の女性になり、それぞれの手に麦穂と葉を持つようになった。昔、人間が争いもなく平和に暮らしていた時代は、神もまた地上で人間と共に暮らしていた。しかし次第に、人間たちには文明と欲が生まれ、争うようになったため、神は一人ずつ天に帰っていった。 最後まで地上に残ったのが正義と天文の女神、アストラヤーで人間に正義を教えていたが、彼女も人間に失望し、自ら剣に登って乙女座となり、持っている天秤は天秤座となった。法上の女神、デーメーテールの娘ペルセポネーは妖精と花を摘んでいる際に銘神、ハーデースに略奪され妻となった。母デーメーテールが激怒したため、オーミワゼウスはハーデースに、 ペルセポネーを展開に返すように命じる。ペルセポネーは展開に戻ったが、冥界のザクロを口にしていたため、年のうち8ヶ月は天井で、残り4ヶ月は冥界で過ごすこととなった。こうして、乙女座が天に上がらない4ヶ月の期間ができ、穀物の育たない冬が生まれた。ありがとうございます。